おつもりです。というわけで2023明治安田生命 J2 リーグの第30節、清水エスパルス対レノファ山口の一戦、1対0で清水エスパルス勝ちました。イエイ、よしよしよし、でけえ、マジこの勝利でけえ、なんかでかいって毎回ね言ってる気がするんですけども、よかった。とりあえず今日も、無事3連勝いって、何度何度なんか飛んできてもいいや、無事3連勝を、掴むことができて、でしかも宇野ゼロっていうね、確か、前回も、1-0で勝ってましたし、さっきもおい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 1対0で、今日も勝って、なんか宇野ゼロで勝てるチームになりましたね。ね、これこそ強いチームになったって感じというか。そう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 、なんか、うん、去年のエスパルスにはないね、うん、まあカテゴリーが違うっていうのはあるのかもしれないんだけど、どのカテゴリーが違うでさえ、今まで守りきれなかったと か、あの点決めきれなかったとか、そういうのがなんか空気としてあったじゃん、うん、なんかそれがなくなったのがでかいんですよね、うんうん、ちょこちょこなんか入ってきてますけども、まあ、ちょうど今日ゴール裏の、メインの端っこのここのエリアだね、うん、あの高橋さんのところの右端のエリアで、うん、見たんですけども、いやめちゃくちゃ盛り上がったね。ね、マジで盛り上がった。呼んだ呼んだっす、呼んだ、今回は呼んだっす。いやよかった、イエーイ、ニコニコね、え今日盛り上がり良かったっすね、ここの、だもっともっと盛り上げたい、もっとね。しかもでもなんかここのっていうか、全体的にスタジアム全体的に失点するような、ちょっとなんか やばいんじゃないみたいな空気が基本感じなかったよね、うんうん、みんなでもうなんかポジティブな空気が流れてた。うん、そこはものすごく個人的にはやっぱアイスタの雰囲気の醍醐味というか、アドバンテージを掴むことができたので、めちゃくちゃ良かったんじゃないかなって思いましたね。いやでも今日ゼロに押されたのはみんなの声だったからね。いやそう、それをみんなが信じて声出して90分やり通した結果がこの勝ちにつながった。確かに、だからやり続けましょう、やり続けましょう。確かにその通りだ。だってもう次だからね、もちろん今日も大事だったけど、次町田ゼルビア戦ですよな。これから落とせる試合なんかないからな。もうマジで何もない、本当に落とせる試合も、そう、本当に何もないし、この町田戦倒せればすっごいでかいし、しかも今日、まあ高い人の結果どうでもいいかもしれないけども、一応ね町田対お隣は基本、2対1でお隣は負けたというところで、2位との勝ち点差が2になりました。もういけるよ、ひっくり返そう、ひっくり返そう、位置までやっと行ったから。でもまだ何も成し遂げてないですから、ひっくり返しましょう、ひっくり返しましょう。負けっぱなしじゃいられねえよ。いや本当にそう、危ないで負けてんだよ。しかもね、ホーム誰かしかないだろ。そう、終了間際で俺らやられてますからね。ちょっと俺はちょっといけなかったっすけど、アウェイの方は。ただホームは来週ちょっと俺も行きますんで、ちょっとマジで行ける人はやっぱ夏休みですしね、みんな行きましょうね、スタジアム行きましょう、オレンジに染めましょうアイスタを。今年、今季来場者数最多の、あ、ホーム日本平では最多の1万4000に入りましたから、ちょっとそれを越しましょうね。でもね今日本当ねメインの皆さん本当頑張ってくれた、本当嬉しかった、ありがとうございます、ね、めちゃめちゃ拍手とかね、雰囲気が良かった、本当に一体感をなんかすごく感じることができた。誰かどっかどこのやつか分かんないやつがさ、一緒にやりましょうなんて言ってさ、はいなんて言ってくれるんだよ、いい人だよ、ありがたい、本当にありがたい。俺だったらうるせえバカ野郎って言ったダメ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 、それをね文句も言わずにみんなでこう一緒にねいい雰囲気作ってくれて、いやもう本当にありがたい、ありがとうございます、本当に。まだまだまだね、ありがとうございます、いないここのみんなもそうだよ、本当に今日みんなよくね一緒にやってくれた、本当っすね、うん、でもまあまだ3位、俺らの目指してるのはてっぺんですから、本当にこれから、そうこれから、これからまだ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 、残り10試合ぐらいかな、12試合残ってますから、もう全勝しましょう。あ、そういえば、はい、前回に忘れてた、え、皆さんお久しぶりです。いやいや今いや忘れてた。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。どうもどうも。お久しぶりです。ということで、
ちょっともう喉の調子、俺もちょっと疲れちゃってるところあるんで、これでおいとまさせていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。バイバイ。